こんにちは。こんにちは。今日はですね、持ってきましたよ、はい、ちゃんと。あ、第2弾ですか。第2弾の食材、はい、大のガチカレー、はい、煩悩の108号、はあ、第2弾の食材は、はい、見えてますけど、ね、出ましたよね、今、はい、島唐辛子コーレーグースお願いします。これは使いやすそうじゃないですか。そう、それを使って、はい、美味しいカレーを作ってください。だって素材の、あ、焼酎の匂いするわ。あ、焼酎じゃん、青森の匂いする。青森の匂いする。あ、青森の匂いする。沖縄そばによく使われるやつですね。そうそうそう。あ、行く、そのままいけるんかな、うん、あ、辛っ。あ、辛い。ああ、辛っ。このままいくもんじゃないな、これ辛っ。辛っ。ちょっと行ってください。辛いっすよね、めっちゃこれ。あー、ちょっと水ちょうだい、マジで。水ちょうだい。ちょっと水、はい、あざす。あー、胸熱くなくな。あー、これ一回またお願いします。はい、あ、はい、豚のミンチ。ミンチは鰹だし。あ、おー、いいですね。なんか沖縄そばってなんか鰹だしとか使ってそうなイメージ。絶対鰹だしとこいつは合う気がするんですよね。あ、準備万端ですね。今日もそう、この前も準備は万端でしたけど、ね、ちゃんと準備してるんですよね。この前のちょっとドリアンはやばかったですね。ちょっと臭かった。あの後ずっと臭かったもん。あの後焼き鳥食いに行っても臭かったもん。ずっと臭かったもん。もうドリアン、もうさ、焼き鳥食ってんのかドリアン食ってんのか分かれへんぐらいやったから。確かに。パンクなカレーちゃう。パンクなカレー。パンクなカレー。お、お、これお、じゃあ出す。いいわ、いいね。じゃあ顔取っとくわ。顔、なんてなんですか。顔取っとくわ。顔、ね、顔が。あ、これロックアップの T シャツ持ってるんですか。あ、そうです、ロックアップの T シャツ持ってます。自家売りもしてる。自家売りどこ T シャツやってるのと、あとまあ前もって連絡もらったらさ、入れたりしますね。さあ、スパイスと、スパイス、豆乳入れて、ほんとコーレーグースちょっとここで軽く入れますか。入れますか、はい。お、いいんじゃない。で、カツオだし。あ、カツオだし、はい。さっき作ったんですけど、はい、カツオだしをちょっと。どうよ。この間のドリアンに比べたら。比べたら。正直ね、そんなに辛くない。辛くはない。あ、あ、美味しいわ。あ、美味しい。お、美味しい、美味しい。お、美味しい。カツオだしは正解なのかも。これブースの、お、いいんじゃないそれ、うん、カレーというよりも、カレーというよりも大喜利みたいになってきたよ。カレーというよりも、カレーというよりも、カレーはしはもうちょっとだけ入れる。お、コーレーグースいく。お、いきましたね。もうちょっと全然入れる。もうちょっと、お、入れる。お、入れる。お、うん、こんなもんでじゃん。こんなもんでいきますか、はい、はい。もうこの前のドリアも売り切れたんですか。ドリアン売り切れたんです。あ、すごい、よかった。好評。うちの、いや、もううちのお客さんはあれやんか、あの、そういうのも好きやん。好きやから、うん、好評というより。なるほど、なるほど。みんなやっぱあんまりって感じ。もちろんあんまりっぽい。もちろんあんまりっぽい。おざます。どうぞ。おざます。コーレーグースの和風豚キーマ。お、これはうまそうやな。いけると思うよ。これはいけると思います。よし、じゃあ。辛っていう感じの。食べるわ。うん。緊張するけどな。まずはちょっとずつ食べてみるわ。食べましょう。いただきます。はい。お、これはさ、はい、普通にうまない？いや、もう美味しいですよ。ね。めっちゃ美味しいですよ。うまいの。その塩加減といいさ、うん、この辛さ加減といい、うん、カレー加減といいさ、なんか全体的にめちゃめちゃ良くない。まとまりいいですよね。うん、美味しいと思う。で、後からちょっとこの高齢物の辛さが来てさ、そうこのぐらいでだとちょっとだってくるな。うまいよ。うまいですよね。うん、ちょっと全部食べるわ。うん、うまいな。うまいですね。うまい、うまい。これちょっとうまいな。カツオだしも。うん。仕上げにかけたら、ね。うまい。
これうまい、しかも辛いし、めっちゃ汗出てきそう。高齢ブースのワッフルプラティーマ、うまい、これはいいんじゃん、108号、ありやな、これはあり、やってもうたわ採用力候補ではあるね。